こういう、そうも、中華、こんな時、命令さ、そのゆ、そうだな。それだけじゃ、そういう、そういう持ち、もしかしたら、そんなも、そうだな。中華で、正気を保、そうですね。どうかした？いや。そうね。どういう意味、島の北、いや、その私が、たった一回、そん、ああ、比率が厳し、うわぁ。いや、風磨くんの、はいはい。そういえば、村、いや、集合、治療施設、治療科実験、だが、うん、屋台で買った、どんな状況、浅木先、天文が、確かに、そこなっと、お前こ、紫先生の、我が姉なが、この前、それはもう、盗んでいない、いや、俺に聞かな、了解、資料に、はい、浅木様いえ、わお、ご、いえ、そうね、はい、ここまでの移動、それだけ、おぼろも、私の、それでは、え、それが、どうやら、それに、戦闘の、いえ、今回は、こちら、さて、もし、そ、はあ、日本か、雪か、そうだ、それとも、生物、じゃ、紫、は、うちの隊員、そう、もちろん、はい、つきましては、うむ、助かります。俺は今回、こっちは、本来な、その分、大丈夫。では、油断し、了解！か、金月空、参ります！よし、ドローンの通信機能が繋がった。たまに、そうね、はい、そのそ、ね、今のどういう捜索、あの色、山本、どう、ふい、依頼、うむ、それそれ、あ、下水道、ベーレンは、ええ、ふ、しかし、ふふ、うむ、あ、大丈夫か、あ、問題ない、それにようやくお前の何を、ドローン、その、ま、うん、そうよね、うん、とにかく私は前線での戦闘、お前それが舞台というものだ、なん、北無、さ、はい、どうしたの、ゾンビと別ドローン、金月空、参ります、この俺、ここまで、あが、もしか、まあ、戦闘了解、
りいたします。天狐の見業。やった、私でもできたよ。まだよ。誰？その装備。あなたがゾンビの行動を調査していて行方不明になったという米連の調査隊の一人だ。井川麻希。ええ、地上調査隊の。そう、いえ、わ、ええ、そう、いえ、桃地の西部兵器を開発付け加える感染場所、その情報調査隊が行方不何が人間がけれど、やはりはい人間もしくはそれよりもこういう毒なら、はい、ああで、施設の職員には、私のドローンはバッテリー切れなの。あなたのドローンにデータを共有するわ。助かる。あな、いえ、ジェームズがあなたのそばにいるということは、その方が動きやすくなりますからね。彼から何か聞いていることは？調査隊の隊長から、任務の隊。だって、あな、風魔だ。風魔小太郎。俺のことは好きによ。わかったわ、ミスター風魔。それにしてもすごい状況。組織が大きくなると、それもあってミスターもどうだろうな。そうなの。ほんの少し会話した。政治家ではなく。随分とあの男。理解とはもう二度と。そうだな。どうですか。で、ああ、データのインストールは完了。そこにあなた桃地の死体か。コートララと。それよし。どうしてそこで中華連合に。はい。ベイレン。なるほど。ありえないとは言えないな。私も中華連合。そして。そこは、それに。正確には。それで大。その話だと。ミスター風魔に送った。ええ。ベイレンより先に。それか、な。恥ずかしながら。それでは。は？ええ、もちろん。わお！いや、大丈夫です。この強化が、そこのおちび。は？なんだ、でも、ほっとけ。ちょうどいいです。そうや、まるで漫画のあ、でも、いえ、そっか。ならば、終了。確かに。どうでしたか？筋力、運動能力の強化、もちろん。か、ええ、十分見させてもらったわ。俺も同意見です。ツー、ゆ。でもそれって。それで十分。私は、行動。私も。私は問題ない。やった！さっきも思ったけれど。いいえ、今日がしょ。それにして。あ、はい。いいえ。そうですね。
おい、エミリー。ごめんなさい、どういう会話よ。知らん。むっちゃんが二人に。紫先生。そこは自信を持って断言し。ずいぶん。ストレートす。いや。え？いや、隠している。紫さんみ。私だって思う。私。私。こっちも直帰。ミス浅木にし。それ隠し事。言われたことが。どういうか。それで。よくふ。この。あんた。たち。何を。私も。はい。ずっと前から、ベイレンの技術班や医療班の体内に大麻粒子簡単に話すと、その大麻粒子の量だって、ベイレンでも機械を介して、それって、そうね。それ。だって、これだけ優れた新、今は一般人愛、ノマドは巧妙にしゃ、中には人をさ、私、それを調べたら、戦闘やミス・アサギの肉体、ベイレンのデータベースで一度見た。すごい。そんな、いや。相変わらず。戦いや。ただ、そこで。いや、あ、そうでした。なんて。紫先生。私ってこ。知らぬわ。まあ。そんなに強甘いですね、み、優れた騎士が。まあ、兵器としてなら。そ、まず最強。そうだな。でもでも、そこはほら。最強という、私がそう、それとも。最強、さて。はい。素朴な疑問。はい。私たちが、そう、それならも、ミス・アサギたちが、私、いやさ、少なくと。なるほどね。あるえ、いや、考えるより集中していない。そういうこと。か、金月空、参ります。はい、いや、はい、もう、やめて。了解。はい。さあ、だね。気を。了解。それじゃあ。
ゾンビたちはもそうでは、うん、そもそもならばま歪んでいた手足の見ただけで、さてさて獅子は牛ですが、だとするとどういうこと。待った、ちょっとフーマ、いやいきなりやら